福岡県太田康夫さんの作品。この企画はタクシードライバーが突然カースタントを始めたらというもの。そこで企画をもとに考えた作戦はこうだ。緑山スタジオで番組の打ち合わせ中のあるタレントを騙す。まずマネージャーに電話で急遽大河ドラマの出演が決まったと伝え、ターゲットをタクシーに乗せる。実はそのタクシー運転手がバリバリのカースタントマンであり、そのスタントマンの操るタクシーがターゲットを乗せ現場へ向かう途中、突如恐怖のカースタントを始めてしまうのだ。ではそのカースタントコースを紹介しよう。まずは工事現場で片輪走行。工事中を装い道を片輪走行で強引に通過する。さらに B に曲がるとその先は立ち入り禁止の門を設定。頑丈の門に見せかけた鉄の門をぶち破って中の空き地に侵入。続いて待ち構えているのが炎のジャンプ台。メラメラと燃え上がる炎が餌食を待ち構えている。これらの恐怖に遭遇するターゲットは若手お笑い芸人ココリコの憎まれ口を得意とする田中。果たして彼の運命は。カースタントのスタンバイは全て完了。あとはココリコを待つばかり。そして番組打ち合わせ中のココリコを発見。実はマネージャーと相方の遠藤も仕掛け人。田中が怪しんでもうまくフォローしてくれることに。いよいよ作戦開始。まず田中にたった今大河ドラマの収録が入ったかのように見せかけるため、マネージャーの携帯に電話をする。大河ドラマの撮影ですか？わかりました。すいません。はい、こちらこそよろしくお願いします。失礼します。はい、田中さん、急にNHK の方に大河ドラマの撮影がありました。大河ドラマ、大河ドラマの撮影があるんで。大河ドラマ何やんの？何やんの？大河ドラマの撮影が NHK の方があります。何やんの？こいつ何やんの？向こう行って大河ドラマの撮影。何やねんそれ。嘘つけるマジで。半信半疑の田中を仕掛け人のマネージャーと遠藤が強引にタクシーに乗せる。そしてさらに追い打ちをかける。何それ？俺台本で毛利元就の桂元澄の役で。誰やねん？吉信玄さんや。セリフで、これ桂かぶ。なんであんの？できひんてメイクとか。できひんて。マジで？こうしてタクシーを走り出した。あとはスタントに移るきっかけだけである。何してんの？いよいよスタントに入るきっかけをつかむため、ドライバーが誘導尋問を開始。はい、できれば。はい、すみません。誘導尋問成功。あとは急ぐだけ。この後ココリコ田中生まれて初の号泣。をつかむためドライバーが誘導尋問を開始。急いだ方がよろしいですか？はい、できれば。はい、すみません。誘導尋問成功。あとは急ぐだけ。何しですか？違う、こっちの方が30分早いですよ。こっち行かないと。こっちの方がいいですよ。一応安全ベッド練習じゃないですか？練習やってるんですよ。一応安全のためにね。大丈夫です。ちょっと待っていいですか？お前誰やねん。嘘つけお前。いやいや、本当です本当です。おかしいやん、こんなん。え、前見ろや。え、前見ろや。ま、工事してるやん。工事前見ろや、ちゃんと。危ないよ、ほら。いや、戻せや。早く。ちょっと戻せ。早く。
マジでちょやめろよ。ちょっとカンマン、カンマンさん、前見か、どうか、おい。大丈夫？何やろ？660円。660円。出さへんよ。まあ、アホやろ。こんなにやってるんだよな。いくらなんだってこれ、ここにこう、うちの会社の後輩ですよ。やりすぎですって。これ